はい、こんにちは。この関数の最小値を求めようということなんですけども、まあ、この関数って4次関数ですよね。4次関数の最小値と。4次関数って、まあ、極値が3つあればこんな形だし、まあ、1個しかなければ、まあ、放物線のような形。まあ、この場合、変極点があるような形でも別に、これとまあ、同類と扱って構わなくて、要するに、極値が3つあるならば、このちっちゃい方。極値が1個しかないんだったら、ここを求めればいいという、それだけですよ。で、まあ、要するに、4次関数の最小値出すのは、微分して、極小値求めれば出るのは明らかなんで、微分しちゃえば出るはずですよね。で、まあ、ただ、これをそのまま微分するっていうのは、一応、数2までの範囲ではやらないんですけど、まあ、やっちゃいますか。まあ、別に数2までと限る必要もないんで。で、まあ、大したことないんで。で、しかも、この微分した式が、もう、因数分解がほぼ終わってるっていうのがもう見通せますよね。っていうのは、これ微分するのは、2を前に出して、中身そのままで、で、この中身の微分をかけなきゃいけないと。で、この中身の微分って、これと、これって、定数があるかないかの違いなんで、定数は微分したら消えちゃうんだから、これとこれって微分した値同じなんで、共通因数がもうあるのが分かってると。足す 2x プラス2と。なんで、これ、まあ、これでもうくくれちゃうと。じゃあ、これをくくった2も出して、2と合わせて4で、x プラス1で、これ、x2 乗プラス 2x プラス2で微分ができて、で、しかも、この、イコール0になる実数 x ないですよね。判別式4分の d が1引く2で負なんで、これ実数かねってことはこの形と。いうことはもう、x イコールマイナス1の時が極小なんで、x イコールマイナス1を代入して、最小値出るという話ですよね。1引く2足す2で1。で、1引く2だから、0ですか。最小値0。f カッコマイナス1は0。まあ出ちゃうんでな。ってことないんですけど、まあもしもこの、そっくりそのまま、まあそれでも、それ知らなくても別にばらして、ただの4次式微分すらでいいんですけど、まあちょっとはなんか工夫してほしいなという形してるんで、工夫するならば、この x2 乗プラス 2x プラス2をそっくりそのまま塊と置いちゃえば、f カッコ x っていうのは t の関数で書き換えられて、それは t2 乗プラス t 引く2ですよね。これ足す2引く2すればいいんで、これを t と置くと。押すと g カッコ t は2次関数で t 足す2分の1の2乗マイナス4分の9ですか。なんで t がマイナス2分の1だったら最小値マイナス4分の9なんですけども、t はこれなんで、マイナス無限からプラス無限を動いてくれるわけじゃないんで、t イコール x2 乗プラス 2x プラス2っていうのは、t 足す1の2乗マイプラス1か。なんで、これは1以上なんですよね。最小値が1。なんで1以上しか動かないと。で、この関数っていうのは、これって言い過ぎができるのか。t 引く2と、t 足す2と t 引く1だから、まあ、こんなんですか。マイナス2、1。マイナス2分の1が軸で、ここ以上なんで、まあ、t が1以上なんで、こっちからこっちですよ。ということは最小値は、ここの時。で、まあ、これってもう、最小値が出てますね。0。t イコールマイナス1の時、最小値0と。いうことで、まあ、こういうふうにちょっと工夫しても、これがそのまま微分できて、しかも因数分解終わってて、極値が1個って分かっちゃってるんだったら、微分した方が早いかなという気もしますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。